セルトスは韓国のキアが製造販売している小型 SUV である。キアのラインナップではストニックとスポーテージの中間のサイズとなる小型 SUV である。韓国、中国、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドでは同セグメントのセルトスとストニックが併売されるが、欧州ではストニックのみが北米やアジア諸国ではセルトスのみがラインナップされる。また、 セルトスは、キア自動車のインド史上参入第一弾となる車種でも、ある。ストニックや、ヒュンダイコナなどと同じヒュンダイのギガバイトプラットフォームを、使用している。セルトスは、インドアンドラプラデーシュ州アナンタプルにある工場で、年間30万台を生産している。2019年6月20日に、インドで発表された。同年7月18日、韓国にて発売を開始した。 同年8月22日、キア自動車がインド市場へ参入する際に最初のモデルとして投入され、発売前の契約では約3万2千件の予約が入っていた。同年11月、フィリピンにて発売を開始した。2020年1月20日にインドネシアでの販売を開始し、同年には電気自動車タイプの販売を予定している。セルトスは、 7月から11月までに累計4万649台を販売している。韓国では小型 SUV としては最短となる発売開始後5ヶ月で国内の累計販売台数が3万台を突破した。インドでは11月に1万4005台を販売し、同国における11月に販売された乗用車のうち単一モデル基準で4位となる5.3%を占めた。 ギリシャ神話に登場するヘラクレスの息子、セルティスに由来する。ありがとうございます。